もう見ればっかりですよ。これさ、なんなん本当。いやさ、これ、いや、短冊に書くことなのかどうなのか、よくわかんないじゃん。まずそもそもこの願いが何なのか、わからないからさ、これ、まあ、マリン先輩なんだけど、マリン先輩が短冊書いてくれたんだけど、ロミーのお胸っていうさ、願いって、何よ。俺なんなら今多分これちょうど合うぐらいの、ちょうどいいな。ベストサイズなんだけど。あ、ぴったりだねよ、これ。すごいな。そんなことまで考えて書いたんかな。とりあえずね、これ願い事がさ、よくわかんなかったから、そう、マリン先輩に、この願いって、どういう意味って言ったら、マリン先輩が、ラミーのお胸と触れ合いたいって。気持ち悪いと思ってさ。気持ち悪いと思うと同時に、なんかこう、触れ合いたいっていうさ、言い回しが、気持ち悪いよ通り越してちょっと面白くなっちゃってさ。で、個人的にでもラミーは、マリン先輩のお尻をね、叩きたいなと思ってて。この間会った時も、マリン先輩のね、お尻ってすんごい叩きたくなるお尻をね、しているんだよ、見た目が。叩いてないからわかんないんだけど、なんかすごい叩きたくなるお尻なの。それでさ、マリン先輩にこの間会った時に、マリン先輩のお尻めちゃめちゃ叩きたいんですけどって言ったら、いいよって。いいよ、いいよって言うから。そう、ちょっと今度ね、叩かせてもらおうと思う。